皆さん、ポコニャチは。さあ、上のキラーが気になるところだが。んー、まあ影響は特になさそうじゃない。よし、戦闘に出れたぞ。最近前に出る確率上がってきてね。ああ、だから今日雷がドッカンドッカンなってたのね。まだ天気の話を言うのかよ。レーキラーで引っかかってんじゃねえよ。いやでもまだギリギリ戦闘をキープできてる。このままゴールがあったら嬉しいけど。裏エリアがあったらどうなるかわかんねえな。いやもう逃げに徹するよ。あ、中間どうするするのか。通過時間を考えたらこれは妥当。そしてやっぱり裏エリアがあるっていう。ほら、中間を取らなかったおかげで少し差が開いた。だがしかしここでやられたらゴールさえできねえぞ。そして飛行船ってことはボス戦もある予感。頼むからそのまま土管があってくれ。あ、また中間だが。ここは取るのね。抜かれない位置だからさ。さあボス戦。というわけでもなく、ゴム戦。土管の上のブロックを壊さなきゃか。ちょ、ダメージ食らってるが。そもそもちゃんと壊せるわよね。僕なんか1番に入った。まず2人のダメージの硬直時間を利用したな。あはは、たまたまだったけどね。これはナイス勝利だったわね。よし、流れは来てる。マリオにポジションを取られちゃったわね。このちょっと下がった位置からうまいこと。で、この中途半端な幅跳びはないわ。そのまま勢いに乗れずドベチンからのスタート。よかった、これで明日は外に洗濯物が干せるぜ。マリサの家だけ集中を横入れ。お前なんてこと言うんだし。ま、それより早くしないとどんどん戦闘との差が開いちゃうわ。チビだと進みにくい場所があるといいが。せっかくキノコを取ったからね。あー、取れたわ。ちょうどここで詰まってたのか。ちょ、キノコに登らせないようにすんなし。いや今のはたまたまだって。頼むからもうちょっとコースが続いてくれよ。さっきとは真逆だな。自分勝手なんだから。しょうがないでん。ま、とりあえず裏エリアがあってくれて助かったな。大魔女がやられてる。よし、あとはキノピオだけなんだぜ。さあこのプレッシャーから逃げ切れるかな。ストーカーポコニャン。やだそれ怖すぎ。捕まえちゃうよ。てこの気になんなし。うまいことかわされてるけど。ダードスンが仕事したー。こういうことですよ。さすがにきつそうだったもんね。これでようやく安全に立ち回れる。おっと、ダメ押しのフーガーベル。ウィーニングラン的な。ちょっとバカなにコーラを持ってんのよ。いや違うんだって、今のは勝手に持っただけで。最悪だぜ。これで勝ちは完全になくなったな。いやまだキノピコもいる。あれ、キノピオは。おお、またやられたのか。しかもマリオもやられたっぽいわ。はぁー。まさかの、回線切れ。うん、これからって時だったじゃん。日頃の行いがここで出ちまったな。いや関係ないって。確か回線切れの時ってレイトがごっそり持ってかれるんじゃ。思いっきり11も持ってかれたよ。うわ、2勝分もじゃねえか。って、これはウエステ？でもゴム兵で塞がってる。んと、これどうやって着火させるんだ？時間経過。ではなさそう。こんなところによし。なるほど、バーナーの火を立てて着火させるのね。あ、ちょっとキノピオ。やられてんじゃねえよ。大丈夫。爆発させるのに時間がかかると思うわ。それにキノピオがヨッシーを取らせまいと門番してるし。うまいことそのままゴールまで行けねえか。いやさすがにそれは無理だね。ただの不正行為じゃない。そりゃそうか。って誰も先に行ってないじゃん。あれ、キノピオヨッシーはどうした。ダメージ食らってキノピコに取られちゃったのね。本当は僕が出したんだけどね。さあキノピオくん、君のヨッシーは。ああ食べやがった。仕返ししてるし。まあ、確かに取り上げは強いな。その分何かを食べるという行為ができなくなるけどね。さあキノピコが着火させてくれたね。めっちゃいい位置取りしてるし。ちゃんと爆風に巻き込まれない位置で。あれ、結構いろんな場所にヨッシーがいるんだね。となると奪った卵はそんなに意味がなかった。そうなるね。お、ガリガリを足場に進むのか。多分キノピコ結構上手い人だね。で、お前何してんだ。ほら、ここのアイテムを取ろうと。っていう口実でしょ。ただ普通に落ちたんだな。バレたか。ここはヨッシーを持っていけないか。んー、まあしゃあなしね。一応ピンクコインも取っておくか。ってなんかビスイッチが出てきたんだけど。あ、押したら砲台が下がって無効化できるのね。キノピコには乗らせなーい。で、お前最低だな。あはは、ようやく逆転できたね。これはなかなかでかいんじゃね。ピースイッチは邪魔だから捨てるか。放送機はやめましょう。現実ではやんないから。さあ奥のハテナブロックか。一応中間の旗から右っ飛びでゴリ押しできたけど。んー、まあ誰も来てなかったし、オッケーオッケー。なんだこのダイレクトフラワー、普通にもらったけど。ぶつかせんじゃない。あれ、でもさ、ずっとピンクコインを取ってきたから。おお、これで4枚目か。よし、クッパを倒さなくても先に進めるね。あの、ちょっとダメージ食らいすぎだけど。そういう時のフラワーさ。よし、早く逃げちまおうぜ。マリオも迫ってきてるみたいだし。よし、土管後すぐゴールだったよね。ああ、確かそのはず。じゃあ、勝ったぞ。ピンクコインを集めといて大正解ね。さあ、次のコース。でなんで地上にデレサがいるんだ。別にお化け屋敷にだけいるわけじゃないし。ただ配置がものすごくいやらしいんだよな。つまりはポコニャンってことね。言い直さなくていいから。キノピオだけやられたな。でマリオもドスンにやられてるわよ。まずいこれ竜巻でつららに刺さる。そこで上に行けたのはデカすぎる。ごめんねルイージ、そのままゴールしちゃった。あ。
まあ、慌てる気持ちはわかる。申し訳ねえべ。どこの人よ。ジャンプよりコンベアの方が早い。ジャンプしてんじゃねえか。その前に人がいたからね。なんじゃこの大量の P スイッチ。P ブロックで塞がれてる？この効果が取れるまで待たなきゃいけないじゃん。ミンバトだし新しい P スイッチが降ってくるわ。これは相当時間がかかりそうだぜ。そして死んでいくポコニャン。でも全然余裕で合流できるのさ。おー開いた。前は取れなかったか。そこの隙間に入らなきゃね。オッケー、これはでかい。で終わった。あ、コンベアが止まったけど。やばい、これ P ブロックか。あー、そういうことか。あらー、いい攻めだったんだけどね。まあしゃあなしやな。いやー、コンベアに割り込めただけに悔しいね。もうちょっとだったんだけどね。最初のキノコを取れたらでかくね。だあ、ルージに取られちゃったか。4分の1の抽選は難しいわね。よし、でもキノコがやられて戦闘に出れたんだぜ。だあ、しまった、足を滑らせちゃった。いやだかかよ。ったく、出し抜けるチャンスだったじゃない。まあ全員やられたみたいだし。ただこれ、混雑すると行きにくそうだな。また落ちちゃう可能性があるわね。ここは一旦待ちで。キノピオ、一旦落ちてみる。やめなさい、クズニャン君。後で痛い目にあっても知らねえぞ。ごめんごめん。さあ前二人はどんな感じ？アイコンが消えてるんだが。裏エリアに行ったのかしら。いや、これ落ちてったのかも。なるほど、 P スイッチを押さなきゃいけないのか。まさか戦闘に出れるなんて。僕は持ってる側の人間。はいはい、どうだか。ダメージを。はい、ここにゃんくん持ってない側の人間。しかも買ったのはさっき落とそうとしたキノピオ。つまり言いたいことはもうわかるよな。ああ、もう運が多そうってことでしょ。そしてクッパ様にもやられるっていう。いや、なんで最初からいるんだし。最初に抜けたのはキノピコだけか。独壇場にさせるのはまずい。はい。ま、冗談だよ冗談。なこと言ってる場合か。みんなもう行っちゃったわよ。いや、わかってる。でも難しいコースだと判断。まあ、キノピコがどこまで行ってるかね。ここから追いつくにはもうやられることを祈るだけじゃね。いや、僕はまだ諦めないぞ。あ、マリオとキノピオはやられたみたいね。クリボーの隙間に入っちまったか。ちょっとキノピコ。よし、まさか追いつけるとは。大しかもやられたんだぜ。クッパ様足止めない。すすす。問題はポコニャンが突破できるかだけど。ダウンの下は安全だからこれはいけるぞ。よし、ナイス突破だぜ。あとはそのままゴールがあるとありがたいけど。終わった、そのバブルは帰宅。さすがに一筋縄ではいかないか。そしてジュゲムの圧がすごいわ。そろそろ投げられるぞ。嫌がるかよ。まあでもかわせたから。ごめん、さすがにこれはゴールしちゃうよ。ふぅ。まあこの状況ならな。上からバブルを投げてくるし。なかなか配置がポコニャンだった。自分で言ってるし。